打率1割8分7厘で550万アップの強者現る。中日の龍空内野手が21日名古屋球場に隣接する選手寮昇龍館で契約公開交渉に臨み、今季年俸1350万円から550万円アップの1900万円でサインした。持ち味とする守備力を買われ、遊撃のスタメン出場は81試合と2年連続でチーム最多。一方、打率1割8分7厘と打撃不振から抜け出せず、遊撃のレギュラーの座を確かなものにはできなかった。たくさん試合に出たでしょう、原稿だろ。一軍の試合に出たかどうかで内容で査定してないんやな。他球団なら守備固め定期、タッツの言うことを聞いたら年俸上がるんやろ。こんなやつが上がるとか、本当に中日って終わったんだな。能力的に守備固めユーティリティ目指そうや。困難ショート固定するくらいならネオショート固定した方がまだワンチャンありそう。ご視聴ありがとうございました。野球知識や思ったことをコメント欄にぶつけて、コメント欄を盛り上げてほしいです。チャンネル登録よろしくお願いします。